中させた。残り10秒リングはあと少しだ。違う敵をダウンさせた。おお、シーハッ強い。ショットガン持つなぁ。やっぱ近距離になっちゃうなぁ。かなりの。チャンピオン狙うんだったらエルスターネメシスがやっぱ一番楽そうだなぁ。こんにちは。そう、エグすぎ企画。消えるんだよな、そのままピュンって。エルスターネメシス、この2つだな。これが一番強いかもしれんな、やってみてる感じは。こんにちは。もうさ、でもね、なんかこう目指そうってやると多分死んじゃうから、軽めに目指すわ。うん、今んとこ4連続はいったんだが死んだ。今回のチャンピオンを紹介します。なんだこいつ、卵みたいなやつがいるぞ。レベル1、怖すぎるわ。ここかな一旦。怖すぎるよ。絶対こいつバーンされたとりあえずカジュアル回してるみたいな、そういう感じでしか見えねえんだけど。やめてくれよ、カジュアルだぜ。よし、殺すか。ねえ、見えちゃうね。ちょっととりあえずやるかみたいな。ビッグファイル行くぜ。とりあえずちょっと戦闘スタイルを変えたいね。こんにちは。ってんだこれ。やべえ、まだ落ち着くんだ。俺の前に来てはいけねえ。うお、神ありがとうって言うとこ、いい人。ファイヤーで君を殺させてもらうよ。むむ、おお、スピーハッ強い。え、スピーハッすごいね。
あれスピア強い。こんにちは。だって俺スピアちょっと使ってみたいな。こんにちは。序盤のスピハやばいなこれ。暴れ散らかしてる。変なピークが来ない限りは、変なピークっていうかピークされない限りはもうぶっ壊れだな。一発18ダメージはなかなかだぜ。これはたまんねえぜ。キルタイムはまあまあ悪くねえ。スピファープラットライン、違う、スピファープラウラー行ってみたいな。こうしてあ、これ違うな、24か24じゃない、48か。いないね、敵。さっきのライフラインがさ、俺に隠れてんじゃないかなと思ってんだけど。KT 様、320スポチャありがとうございます。条件ありがとうございます。毎日抜き見て楽しんでます、ありがとうございます。私はね、ランクじゃなくてね、カージョルやってるんですよ。白バッグがついてんね。ランクはね、ちょっとチーターが多すぎて諦めてしまったよ。まあ諦めたってか、まあマスターまだ達成したんで、目的は達成したんだけどね。うん、だけどちょっとチートが多すぎた。お、グラップルを使うよ。フィールドをリチャージしてるところよ。ブラー、まるで袋のネズミ。おやおや、大当たりだったね。シールドリチャージ中。バスターソード、やはりライフラインいたようだな。なんか対人間って感じするわ、本当に。あ、そんなんあんだ。時代到来、スピファ来た、もしかして。結構普通に強いね、弱くはないわ。まあでもやっぱネメシスとかのピークには絶対勝てないだろうなーっていう性能はしてるね。もうちょいまっすぐ飛んだらね、ありな気がするけど、まだちょっと無理かな。そう、ちょっとバルデの効果がもうちょい強くなってほしいな。普段使いするんだったら。アルティメットが使える力になれて嬉しいよ。普段使いするならそれかな。うわ、ストボ読める場所ねー。そうなんだよね。で、近距離はさ、プラウラーとかさ、ボルトとかに負けちゃうから、ちょっとまだむずいな。弱くはないんですけどね。ちょっとやっぱまだ、こいつは、使える子ではないな。フォロー、死ぬほど当てやすいフラットラインとかみたいなイメージだったらやばいんだけどな。フォローありがとうございます。プラウラーはねえかな。ディスコプラウラーに可能性を感じてる。あった、なんかそいつ俺見たことあるかもしんない。俺
そいつに出会ってるわ多分。おそらく俺そいつに出会ってる可能性がある。しかも結構普段というか結構な頻度で出会ってる気がするわ。こんにちは。L3 ボタンは俺は走りだね。うん、俺なんかそいつよく見るな。ナイス。お、見える見える。おお、見える見える。面白いな、見えんの。みんなリングが縮んでるよ。お、戦ってんのかな。なんならなんかアークスター投げた方が聞こえる。あ、戦ってるわ、いるわ。こんにちは。条件ありがとうございます。最大レベルだ。グラップルを使うよ。向こうへ行くの。攻撃を開始する。おー、当たんねえぞ、このボケ。遠距離無理だな。なんかとりあえず撃ちまくってくる。優しいぜ。他のパーティーはいないのかな。おー、やべえ。逃げるんかーい。惜しい。待てーん、ブヤーン。ピヨーン。あーピークはね、どうやってやってんだろう。なんかこう撃ってきそうと思ったら引くんで、これ撃ってくるなーみたいなタイミングがあるんだけど、 そこでちょっと戻すみたいな感じだね。それがピークの真骨頂。撃ってきそうと思ったら一旦引いて撃たせて撃ち返すみたいな。相手と一緒に、打ち合う必要はないんだよね。まあ、相手が当ててこなかったらね、打ち返してもいいんだけど、基本はそれでいいかな。こんにちは。中身何？ウィングマン。ウィングマンプラウラーですか、これは。もしかして。
結構弾速が遅い方なのかもしれないな。あー意外と難しいタイミングが。フィニッシュします。うん。俺、うい。誰かさ、雷角の強いは持ってないの。ハハハ、弾数の暴力。場所こっちがあれだね。なに？音はするな、左側ぐらいから。あったらもっと強いんですよ。もっと強いな。敵を発見。気をつけて、グレネードだ。そう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 。気をつけて、グレネード。敵に撃たれてる。シールドを使い切りました。リチャージ中。シールドリチャージ中。でも慣れって怖いよね。意外と慣れるとさ、あのいけるんだなっていう感じがします。いや弱くはねえんだけどな。最強ポジションね。133かな多分だけど、多分133だと思う。18クレーバーに打たせないといけないからね、なるべく。俺ね、多分ね、待ってると思うんだよね。来た来た来た、ほら絶対来ると思ったもん。100パー来ると思ったもん。これで舞台は全滅だ。ワクワクするね。残った舞台はあと1つよ。グラップルを使うよ。おお。ああ、頭出しできるようにしとく感じかな。タイミングというか狙ってんのは私クラシックですね。
ナイス。あぶねえ。やっぱ近距離近距離のなプラウラー怖えな。マジで近距離プラウラー怖えわ。ジジー。いやマジで怖えな。おしゃれショット。いやマジでな。怖えな。いや強いけど怖え。ジジー。フェリッシュ。ナイちゃんです。そうなんだよな。やっぱ怖えな。やっぱね、プラウラー自体は弱くはないんだけど、って感じだよね。あと移動系強いな。やっぱり移動できる系悪くねえわ。